さあラスト、これ来年も走らせようと思えば走るよね。死ぬかもしれないけど走れるよね多分ね。いやでも引退かな。スタート頼むぞ。いよいよ今年の G1 もこのレースで終わりを迎えます。今年1年ターフを沸かせたスターホースたちが冬枯れの中山競馬場に集結、はい、さあ日本競馬の総決算、夢のグランプリ有馬記念の発走です、はい、さてこのレース新旧ダービー馬の対決にも注目が集まります。新旧ダービー馬、最後は大外枠の鹿島ウイングゲートに入って体勢が整いました。さあ綺麗に揃いました。あ、前に出る展開だこれ多分これ前目の展開じゃない。エジロチャイン、それに続いています。さらには八重の無敵。あーまあ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 、まあ、フレッシュボイス、やっぱ内側有利だな本当。コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで内側有利だね。いい位置につけてるね。前の方から見てみましょう。先手を取ったのは八重の無敵。先行前差しって言うんだ。内側前差しって言うんだ。へえ。いやーでもこの伝説のまま終わらせてあげたいな。多分来年になったら負けがポツポツ出てきて数字は伸びていくんだけど、なんかランニングフリーマッハデのピエのこの位置です。その外からライトカラー、いやまあそれは王相談だな。その外から桜北東、この辺りでいやだい絶対いける。中間点を通過、先頭から最高峰までおよそ10馬身。絶対いける絶対いける絶対いける。一番人気のマッハデのピエの中段につけています。いい位置だよ。もう一度先頭から見ていきましょう。八重の無敵先手を取りました。さらにはエジロチャイム、青のボール。さあ澄み切った師走の空気を切り裂いて最後の力比べが始まります。言いそうめっちゃいいぞ。うわー前いっぱいいるね。ドクタースパート、その横にライトカー、これどう抜いていく。桜北東、その隣にシェルエトワール。さあこれどう抜いていくの。2番手は八重の無敵、メジロアルダ。3番手マッハデルピエーロ、この位置から届くのかどうか。この辺りでうわきつくね。追い上げていきます。さあ先頭は、うわー飲まれちゃったな、飲まれちゃったね。なんか有馬と相性悪いな本当。4コーナーをカーブして、あえこれからです。いつ来てたの。あれなんだこれ、なんだこの速さ。あれ目で追えなかった。え目で追えなかったんだけどねえ、今見えた。マッハデルピエーロ、天皇賞秋ジャパンカップに続き秋の古馬三冠を完全制覇プラスマイルチャンピオンシップもな。今ちょっと別次元ね、ちょっと今の走り見たね。今さ別次元の走りしてなかったなあ。だって今さあーちょっと飲まれちゃったなーって別次元だったよね今ね。は痺れたわ。こんな生涯最高のレースをして、そうだな1秒更新したらしい。あの日本レコードを1秒更新しちゃった。1秒とんでもない走りだったな。